どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回はまだラジオ番外編ということで、私が個人的にリンクスに実装してほしいテーマベスト3、こちらをね、大発表していきたいと思います。マジで僕が好きな、ただ好きなテーマ、ただ実装してほしいテーマっていうだけで喋りますんでそこをね、ご了承いただければ幸いでございます。それでは早速発表していきましょう。私が実装してほしいテーマベスト3の第3位、デミス・ルイン。デミス・ルインかっこよくないですか。かっこいいんですよ、デミス・ルイン。最高にかっこいい儀式テーマです、デミス・ルイン。あのね、あのそもそも儀式モンスターっていう、あの青い、枠が青いカード、俺好きなんですよ。結構好きなんですけど、デミスとあのルインはね、あのね、まあ、儀式のテーマなんだけども、結構効果がシンプルで、とてもシンプル、実装してもいいかなと思ってるんですよね。で、エンド・オブ・ザ・ワールド、もしくはエンドレス・オブ・ザ・ワールドっていうね、クソかっこいい儀式カードで召喚される、テーマ、儀式のテーマ、終焉の王デミスっていうモンスターと破滅の女神ルインっていう、要は終焉と破滅を関するモンスター2体のテーマなんですよ。とてもかっこいい。でデミス・ルインとして扱うモンスターが本家を含めると6種類くらいいて、で本家と、まあ、それの上位種みたいなのと、あと下級種みたいなのが、まあ、いるテーマですね。で効果はとても豪快、まあ、ちょっと本家儀式から紹介していくんですが、終焉の王デミスは効果めっちゃシンプルで、2000ライフを払って自分以外を全部パスするっていうカードをね、要するに、まあ、ガンドラみたいな感じですね。あのイメージ的にはとても豪快、まあ、多分に2000ライフ減らして全部パなんで、リンクスに来たら、サイバーリュウとサイバーリュウデミスみたいなデッキで、デミス出して全部パして、サイバーリュウ奥義使って、で全員で攻撃してワンキルみたいな、まあ、クソみたいなデッキになると思うんですけども、まあ、あとは、まあ、ディスティンドローとかね、もうできますよね。あとは、2000ライフ減るんで、まあ、結構いろんな、スキルと相性がいいかなとは思うんですけども、結構まあ面白いことになりそう。でも別に今その効果を止めるカードはたくさんあるし、デモンズチェーンとか、まあ底なし落とし穴とか、まあ、カナディアとか、まあいろいろね、そういうのもあるし、あと破壊耐性もあるモンスターもいっぱいいるんで、だから別にそんなに強くないんじゃないかなって思うんですよね。儀式だしね。で破滅の女神ルインの方は、まあ開白 の、 2連打効果持ってるみたいな感じですね。開白の騎士カオソージャー、あっちの儀式版みたいなもような感じだから、そんなにねびっくりするほど強くはないんですよ。だからこんくらいだったら別に来てもいいんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ終焉の王と破滅の女神ではなくて、上位種の、まあ、本家じゃなくて上位種の方 の、 モンスターはものすごく強くて、まあ、こっちも一応効果説明しておくんですけども、上位種は上位種だけあって、まあ結構やばい効果持ってます。効果がまず長いめっちゃ長い。デミスはね、終焉の覇王デミスの方、とりあえず効果長いんだけど、基本的にはデミスの上位効果、まあ、フィールド全部パ効果があるよっていうのと、あとバーン効果がありますよっていうのと、あと戦闘破壊されないよっていう効果持ってるんで、結構ねリンクスってね、戦闘破壊を、されないよっていうモンスターがちょっとね実装しにくいっていうところあるのかな、わかんないんだけど、あだからまあちょっと来にくいかもしれないね、もしかしたら。で、ルインの方の上位互換、破滅の美神ルインっていう方は、こっちもねルインのほぼ上位互換みたいなイメージで OK ですね。これはねめっちゃ、こっちがめっちゃ強いと思う。リンクスに来ても効果破壊されないよっていう、まあリンクスでいうところの、まあ、呼吸ドスみたいな効果を持っているプラス、まあ要は硬い耐性があるっていうねことね。さらにフレームウィングマンみたいな効果持ってるんですよ。要は戦闘破壊したら相手 の、 攻撃力分ダメージ与えるみたいな効果持ってるんですよね。だからコンセントレートとかぶち込むともうそれでワンキルです。まあ、ビシン、ルイン出して、まあ、コンセントとか、まあ、一気火星とかでもいいね、まあ、あっち系の、まあ、粉砕して、まあ、絆して一気火星とかそういうのもいいかな、まあ、そういう感じで打点を4000にして殴って相手戦闘開始したらもう勝ちです。まあそういう、まあ、クソゲー感が増すんで、クソワンキル感が増すんで、ちょっとねリンクスには来れないから、こっちはだから上位種は来ないでほしいかなってちょっと思うけど、まあ、上位種じゃなくて普通の本家の方は別に来てもいいんじゃないかなって俺は思っています。デミス・ルインはね両方とももちろん高等儀式とかでも出せるし、まあ、ぶっちゃけねそんなに強くないんだ、うん、多分
で、儀式サポートがそもそもリンクスには少ないので、まあ、別に来てもいいかなとは思いますね。あのね、あの余談なんだけど、デビリチャルとまだ言わないからまんじゅくんないかな、まんじゅ。でもね、あのこのご時世ね、あのソニックバードとセンチゴットでサーチしてる時代じゃないからさ、このインフレ環境でまんじゅはそろそろよこして。これはコナミさんに言ってます。これはコナミさんに言ってます。で、ちなみにあのデミスルインの儀式魔法っていうのはいくつか種類があって、あのエンドレスオブザワールドとかエンドオブザワールド以外にも ねリバースオブザワールドっていう結構珍しいねデッキ儀式ができるあのカードがあるんですよ。しかも速攻魔法っていう、で相手ターンに儀式できるっていうカードもあるんですよ。で割とね面白い効果持ってたりするんでね、これはちょっと早めにあの個人的には実装してほしいなというふうに思っております。ということで第3位はデミスルインでございました。さあ続きまして第2位の発表いきます。第2位、終焉のカウントダウンデッキ。これはねデッキっちゃデッキなんだけど、デッキっていうかね単体カードですね。単体カード、要するに面白いわけのカードです。あのね効果はとっても単純。終焉のカウントダウン、発動後20ターン後にデュエルに勝利するっていう最強のカード。これ最強のカードなんですよ。あの20ターン耐えれば勝てるんですよ。強くね。要するに負けないように20ターン耐えればいいだけなんですよ。あの耐えて耐えて20ターン後を待てばいいっていうだけ。遊戯王デュエルリンクスはね20ターン耐えればいけるんですよ結構。なんでかって害悪がいるからだよ。害悪があるじゃん。そこらしい。デモンズチェーン、カイドロイド、ラバゴーレム、ひたすら耐久してライフを自分で死守してね20ターン守る。そんなに難しくない、そんなに難しくないんですよこのデッキだからクソゲーが加速するっていう話はあるけどね、もちろんあるんだけど、俺やりてえんだよ。終焉の考え方好きなんで、あのやりてえんですよね。 OCG で組んだことないんで、だからこそリンクスでやりてえっていうのがあって、ちょ早く外役してから、これに関してはそろそろ実装してくんねえかなって思ってます。はい、というわけで第2位は終焉のカウントダウンデッキでございました。 そして栄えある実装してほしいデッキテーマランキング第1位に輝いたのは、いくぞユーステックジーナス。おなじみですね。私の動画を見ていただいている方であればおなじみかと思います。 5Ds のアンチノミー、またの名をブルーノっていうのがあの操るシンクロ召喚を主体とするデッキです。テックジーナスっていうモンスターたちを、まあ、軸にしたデッキなんですけども、シンクロ召喚工場がバカかっこいい、バカかっこいいんですよ。ルー大芝バリ の謎の英語を、ま、あの混ぜ込んでくるね。ほんとマジで多分初見で聞いたら何言ってんのか意味わかんないと思う。マジでこいつ何言ってんのってなると思う。多分初見で聞いたらかっこいいんだよね。とにかくこれずっと聞いてると癖になるんですよ。とにかくね、アンチノミーってキャラクターがかっこいいっていうのもありますね。っていうかシンクロはまあ工場がかっこいいっていうか、アンチノミーがかっこいいで、火器モンスターの多くがシンクロ召喚をサポートしている効果を持っていて、あの結構有名なのはね、やっぱり、ね、ワウルフっていうのとストライカーっていうのだと思うんですけども、例えばテックジーナスワウルフだったらレベル4以下のモンスターが特殊召喚された場合に手札から特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんで、結構ねこの効果自体まあ割とあの発動するのは簡単で、例えばジャンクロンをで墓地のモンスター釣ったら手札から特殊召喚できたりとか、あとエングライロとか、バルブとかゾンキャリとかでもいけますね。ああいう、まあ、特殊召喚できるチューナーが出てきたら特殊召喚して手札ができるよみたいな効果も持ってるんで、結構そういうのと相性が良さそうなんですよね。割とワウルフはなんかいろんなデッキに出張していたイメージがありますね。で下級モンスターももちろん優秀なんですけども、シンクロモンスターたちがテクチナス、とにかくね優秀なモンスター、素材の縛りがなくて優秀なモンスターがとっても多くて、とってもじゃないな、有名なやつはまあ2体くらいですかね。有名なやつは2体、まずはみんな大好きこの人、いくぞユーサーリミター解放レベル5、レギュレーターオープン、スターサーボーマップオーケー、アップリンクオールクリア、ゴーシンクロス召喚カモン、テックチーナスハイパーライブラリアン。これですよ、ハイパーライブラリアン、かっこいいっすよね。これ OCG でも今制限カードかな、多分今禁止じゃないよね、制限カードだったと思うんですけども、効果はシンクロモンスターが出るたびにワンドロー。まあリンクスでは展開力がそんなないんで、そこまでドロー加速できるかって言われるとそうでもないかなとは思うんだけども、あの相手のシンクロ召喚にも反応するんですよこいつ。だから結構バクアドの塊みたいな、まあ、シンクロモンスターではありますねこの人は。バクアド王って言ってもいいかもしれない。そしてもう一体はこの人、いくぞユース
リミッター解放レベル5、ブースターランチオーケー、インクリネーションオーケー、グランドサポートオールクリア、ゴー新規は召喚カモン、テクチーナスワンダーマジシャン。というわけでね、ワンダーマジシャンです。これは OCG でも使ってる人多いんじゃないかなと思いますね。あの割とその昔だったら今わかんないけど、そのアギダンでハリファイバーリリースして、テックジーナスワンダーマジシャンにして、あのマホトラップ割るとかいうこととか、あとこいつ相手ターンにシンクロ召喚ができるんで、あのシンクロチューナーなんですけども、相手ターンシンクロができるんですよ。だからクリアマインドクリアマインドして、あのシンクロモンスターとシンクロモンスターでアクセルシンクロができるっていうね。まだね、シンクロチューナーが、要は墓地から特殊召喚したりとかしたら、なんかその条件付きでシンクロチューナーになるとかいうモンスターはリンクスには来てるけど、多分単純にシンクロチューナーとして扱うみたいなモンスターはリンクスに来てないんで、そろそろ来るんじゃないかなと思ってるんですよね。多分、アクセルシンクロンとか、フォーミュラシンクロンとか、ワンタマジシャンとか、この辺はそろそろ、まあ、リンクスにも来るんじゃないかなっていうふうに思ってますね。あの相手ターンにシンクロするっていうことが、要はクリストロン以外でもできるようになるんで、これ楽しい、非常にね。何度も言うけどね、とにかくね、アンチノミがかっこいいんですよ。テックジーナスの相手ターンシンクロもまあかっこいいけど、テックジーナスじゃなくてね、アンチノミがかっこいいんですよ。だからね、早くねクリアマインドを歌いながらアクセルシンクロって言いたいんで、そろそろコナミさん、ぜひ、アンチノミさんの実装をお願いいたします。ぜひともね、一緒に、まあ、皆さん楽しんでいきましょう。テックジーナスデッキをね。メインボックスの顔はテックジーナスブレードガンナーでお願いします。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ユーセ、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える。光を超え、未来を切り開くんだ。いけユーセー、ユーセー。